始まりましたワンキャリ企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく番組です。今回はこのような流れで番組を進行いたします。会社説明5クエスチョンズ、就活生が本当に知りたいあの質問です。では今回の企業さんご紹介しましょう。アサヒビールから村瀬さん、大橋さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。村瀬さん、何度も出演いただいてありがとうございます。今日はどんな意気込みを、いいですか？そうですね、アサヒビールのことをより詳しく知っていただけるように精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。大橋さんはいかがですか？はい、ありがとうございます。まだまだ就活始めたての方も、まだこう始めて少し経った方も、いろんな方が知っていただけるところがあるかなと思いますので、いろいろお話できたらと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。ではでは早速本題に入っていきましょう。まずは会社説明になりますので、会社説明お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。アサヒビールの会社説明していきたいと思います。お願いいたします。今日はですね、簡単にこのような流れで進めていければと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、自己紹介簡単にさせてもらえればと思います。私、アサヒビール人事総務部人事戦略推進室というところで採用担当しております大橋しおりと申します。本日よろしくお願いいたします。私ですね、2021年にアサヒビールに入社いたしまして、その後営業研修を北九州ですね、九州の方で行いまして、吹田工場というですね、大阪のビール工場で総務部として総務部員として仕事をした後にですね、今こうして採用チームに来まして、皆さんの前でお話ししているというようなところになります。はい、アサヒビールを選んだ理由というところで、やっぱり一番あるところは会社とか先輩社員の雰囲気、チームで仕事をする環境というところがどこの会社よりもやっぱり一番感じたところでございまして、アサヒビールを選んだというところになります。今日はですね、いろいろな質問をいただいて、いろいろなお話できたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。アサヒビール人事総務部の、村瀬と申します。今ですね、大橋さんとともに、採用をですね、担当させていただいております。入社は2010年、なんですけれども、基本的にはずっとですね、人事総務畑で、ですね、キャリアを歩んできております。で、私の変わった経歴としては、2014年から1年間ですね、大手運輸会社様への出向ということで、この所属も人事だったんですけれども、社外経験をして、今ですね、人事の採用チームでですね、仕事をさせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、ここからアサヒグループについてお話しできればと思っております。アサヒグループ、世界に展開するアサヒグループというところで、アサヒビールがどのような位置づけでどのような事業をしているかというところだけ簡単にお話しできればと思っております。まずですね、アサヒビールどこにいるかというと、一番左の部分ですね、日本の中でお酒の事業を担当していますのがアサヒビールというところになります。その他にもですね、リージョンといたしましては、日本、そしてヨーロッパ、オセアニア、東南アジアというところで主に事業を展開しております。はい、その中で日本の中でお酒を担当しているのがアサヒビールというところになりますので、ここだけ押さえておいていただければなと思っております。はい、次ですね、アサヒビールについても詳しくお話しできればと思っております。はい、いろいろちょっと数字はいろいろ書いてあるんですけれども、下の部分ですね、主な商品たちというところで、一番真ん中のところ、スーパードライ銀色の缶が、皆さんの印象の中には一番深くあるのかなと思っているんですけれども、それだけではなくてですね、他の、お酒もたくさん作っております。まず右側の部分ですね、RTD というところで贅沢絞りだったりとか、あとは未来のレモンサワーというところもですね、先日、関東限定で発売になりまして、新たな挑戦もしているというところになります。その他ですね、ノンアルビアルだったりとか、左側に行ってもらいますと焼酎、ワイン、あとはテキーラ、ウイスキーなどですね、いろいろなお酒作っております。総合酒類メーカーとして私たち事業を展開しております。はい、とは言いつつですね、右上の部分、売上の構成比というところも、示しているんですけれども、やはりビールに強みのある会社というところで、ビールだけでですね、売上 54% を占めているというところで、ビールに強みのある会社というところが、アサヒビールの特徴かなと思います。はい、はい、
次ですね、アサヒビールのビジョンというところで、私たちすべてのお客様に最高の明日をというところを、一人一人の社員が、思いを持ってですね、日々の業務に取り組んでいるというところになります。こちらのすべてのというところなんですけれども、やはり日本だけではなくて、先ほども少し説明に加えさせてもらいました、世界の皆様というところ、あとは最後飲んでいただくお客様だけではなくて、その間にいらっしゃるすべてのお客様に最高の明日をご提供できるように、日々一人一人社員が業務に取り組んでいるというところで、こちらも覚えておいていただけると嬉しく思います。はい、次ですね、アサヒビールの2024年の事業方針というところで、もっともっと面白くなるアサヒビールというところを、私たち掲げて、今年は事業を展開しております。はい、真ん中ですね、ビールの事業はもちろんなんですけれども、左側ですね、RTD というところで、未来のレモンサワー、先ほどもですね少しご説明に挙げさせていただきました。やはりですね、お客様のワクワクを生むというところの独自価値、新価値を、どんどん作っていくというところも、私たち取り組んでいるところになります。右側はですね、スマドリーというところで、新しい価値観だったりとか新しい概念というところも、皆様に、ご提供できるように、私たち日々、新しいことに取り組んでいるというところ、挑戦するところは、変わらずですね持ち続けて事業に当たっているというところになります。はい、次ですね、今まではアサヒビールの、事業のお話だったんですけれども、ここからお仕事の話も、少しできればなと思っております。はい、こちらバリューチェーンというところで書かせていただいております。総合酒類メーカーとして、作って届けて売るというこの連鎖によって、お客様に価値をご提供していますというところで、私たちですね、もしかしたら皆さんの印象の中には、営業ビールを売るっていうようなイメージがもしかしたら強くあるかもしれないんですけれども、それだけではなくてですね、ゼロから1を作る研究開発とかマーケティング、そしてそれを大規模に作っていく生産エンジニアリング、そしてそれを日本全国に物を届けていくというところで物流、そして最後ですね、それがお客様の手にちゃんと届くように売っていくというところの、この営業っていうところの全てが私たちアサヒビールで行っているところになります。でこちらのバリューチェーンを支える部門も各種アサヒビールにありますので、皆さんがもしご縁あって入社いただいた際にはですね、このような形でもう全てをアサヒビールで行っておりますので、活躍するフィールドとしても、かなり広範に広がっているというところで、ご認識いただければなと思っております。はい、最後ですね、求める人物像、その他の情報もご提供できればなと思っております。はい、私たちですね、アサヒビールビジョンをはじめとした価値観だったりとか、ありたい姿に共感していただける方にぜひぜひ仲間になっていただきたいなと思っております。そしてですね、私たち様々なフィールドを用意しておりますので、どこでも活躍できる可能性を秘めた方にぜひ来ていただきたいと思っております。はい、あとですね、私たち大事にしている価値観として、挑戦と革新、最高の品質、感動の共有というこの3つの価値観をとても大事にして日々業務にあたっております。こちらをですね、力に分解したときに、このような形で私たち分解して定義できるというふうに考えております。このようなですね、力、もし皆さんのご経験の中でも必ずあるはずですので、こちらをですね、いろいろな、インターンシップだったりとか専攻などでいろいろな会話を通して発揮していただけると嬉しいなと思っております。はい、最後ですね、採用情報の共有になります。アサヒビールの採用のホームページにですね、詳しく職種だったりとかキャリアというところも詳しく記載をしておりますので、こちらも合わせてご確認いただければと思います。で、最新のですね、イベントの情報などはマイページから皆さんに情報発信していきますので、採用ホームページのですね、エントリーマイページというところから、まずはマイページのご登録をいただければと思います。はい、それでですね、短い時間でしたけれども、はい、一旦会社の説明というところで以上とさせていただきます。本日よろしくお願いいたします。さあ、ではここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきましょう。改めて今回のトークテーマ見ていきます。こちら5つの質問ご用意いたしましたので、ここから順番に伺っていきます。では早速1つ目の質問いきましょう。こちら、新しいお酒の生活文化を作るために行う挑戦はということで、もう本当に未来のレモンサワーをはじめとする、もうトレンドを捉えた
なんかこう展開というのをされてらっしゃるアサヒビールさんですけれども、その生活文化を作るために行うなんか今後の挑戦だったりとか基盤みたいなものをぜひ教えてください。はい、はい、ありがとうございます。先ほどご説明でもお伝えさせていただいた通り、もっともっと面白くなるアサヒビールというところで、はい、本当にですね、そうきたかアサヒっていうふうに全てのお客様に思っていただけるような商品をお届けしていくというところで、まあ、その中にはいろいろな、多分先ほどのマーケティングもそうですし、はい、営業もそうですし、生産も物流もいろいろなバリューチェーンのこうバトンを受け渡しながら、まあですね、挑戦をしていくっていうのがまず一つで、まあ、新しいまあ、お酒の文化の創造という観点では、今我々スマートドリンキングという取り組みも行っておりまして、はい、まさに飲めても飲めなくてもみんな飲み友になれるような、はい、そんな文化を作っていこうということで、まさに文化を作っていくというぐらい、まあ、こう今年1年2年でできることももちろん、やっていくんですけれども、もっともっと長い目で見たときに、今飲まない方だったり、あえて飲まない、飲めない方、はい、あえて飲まない方で飲む方、それぞれの全ての方々がそのお酒の場だったり、お酒のあるシーンを楽しんでいただけるような、商品だけじゃなくてそういった文化だったりシーンを作っていくみたいなところにも挑戦してますね。いいですよね、スマドリのコマーシャル、はい、すごく好きです、はいはい、吉本興業さんと、そうですよね、山、はい、田さんと、はい、でも文化を作るって、そういったその商品だけじゃなくて文化を作るっていうのはどういうふうに作っていく、いけるものですか。そうですね、まあ、我々先ほどお伝えしたこういろいろなバリューチェーンあるんですけど、はい、やっぱり今お伝えしたような CM だったり、うんうん、あとは買い場と言われるその流通であるスーパー様だったり、コンビニストア様だったりで、本当にいろいろなお酒の味だったりアルコール度数を選べるような状態を作っていくってこともそうですし、居酒屋さんでもなかなかやっぱり今とりあえず生の文化がまだまだあると思うので、まあその時に1杯目からでもドライゼロ選んでいただけるような、まあ、そんなようなですね、文化をもう長期目線で作っていくっていうことを、まあ、営業現場も含めて一体となって取り組んでいるっていう感じですね。まさに今我々人事も若い方々との接点多いので、スマドリ×就活っていうことで、はい、今スマドリをしながらキャリア の, セッションをするような、就活イベントも今開催をはい、したりしていて、本当に多岐にわたって 中長期目線でいろんな取り組みを行っているんです。飲みながらじゃあ就活、そうなんです、本当にドライゼロとかを飲みながら、はいはいはい、社員のメンバーと本当にラフになって、まあ、スマドリもありのままの自分を表現するっていう世界観ですし、就活も我々としてもやっぱりこうありのままの等身大の姿で臨んでほしいっていう思い、ここをすごくマッチしていて、で一緒にやりましょうということで、今スマドリマーケット、アサヒビールの人事総務で一緒に取り組んでいる活動みたいな、そんなこう社内の連携みたいなのが生まれてきていて、結構面白くやってます、ね、すごい、はい、面白そうな、そういったじゃあ本当に文化から変えていきたいっていうところが、ね、マインドとして皆さんお持ちということですよね、うん、分かりました。あともう一つ海外事業の展開にも結構力入れてらっしゃるということで、これはこう今後も推進していくこうなんか背景みたいなのありますか。そうですね、はい、海外事業もやっぱりアサヒビールとして取り組むことと、まあ、グループで取り組むことと、うん、はい、まあ、様々あるんですけど、はい、ビール社としてはやっぱりこうスーパードライっていう、まあ、こうグローバルブランドと、はい、あとは日華ウイスキーですね、やっぱりこう竹鶴だったり、はい、まあ、そういった国産の、世界5大ウイスキーであるジャパニーズウイスキーをやっぱり世界に広めていくっていう、うん、まあ、すごくこの2つの、まあ、事業みたいなところを、まあ、グローバルにもっともっと展開できるようなことを今推進してやってますね、うん、じゃあ結構海外との接点も多い。多いですね、はい、もうそういった意味では我々から発信していく商品もそうですけれども、うん、先ほどご紹介があったアルパカっていうチリのワインだったり、はいはい、あとはテキーラみたいなこう海外の商品を我々がライセンス販売で日本で売るみたいな事業もやってる、うん、まあ、そういった担当している方々はもう日々グローバルなディステラリーさんとやり取りをしながら、
はい、仕事をしているので、グローバルとの接点というのは非常に多い会社だと思いますね。なるほど。じゃあもう本当に日本だけじゃなくて世界を舞台にこう仕事ができる環境という。そうですね、まあ、国内種類事業になってますけれども、はい、そういった接点のチャンスもあるというところですね。ありがとうございます。では続いての質問いきましょう。続いてこちらです。1年目など若手のうちはどんな業務を経験するんでしょうかということで、ぜひ業務について伺いたいです。はい、あ、じゃあ私の方から、はい、ありがとうございます。1年目というと事務系と技術系というふうに私たち大きく新入社員として、はい、入社いただくルートとしては分かれてるんですけども、例えば事務系でお話をいたしますと、1年目ですね、いろいろなこう配属にはなるんですけれども、例えば営業に配属された場合ですね、はい、とてもこう端的に言ってしまうと本当に裁量がとても大きく与えられたところで、しっかりとこういろんな経験しながら1年目もうあっという間に多分こう終わりながらもういっぱい成長しながら、はい、業務を経験していくだろうなというところで、はい、私もそうでしたけれども、どの若手もかなりこう裁量を与えられながら業務を経験していくというところになります。営業で裁量権というと具体的に、はい、あ、そうですね、はい、例えばなんですけれども、私たち浅草に本社ありますので、はいはい、浅草の話でいきますと、私の同期もですね浅草に配属になりまして、吾妻橋支店に配属になりまして、はい、もう本当に浅草にある料飲店さんだったりとか、あと酒屋さんというところ担当して、もエリアとしてもうその浅草一帯を担当して、もう全てのこうやり取りだったりとか、例えば新しいお店さんが開店するってなった時には、はい、そちらとこうやり取りしながら、私たちのビールも置いてもらいながら、料飲店さんのこう売り上げのこうアップだったりとか、新規のお客様の獲得っていうところにもどんどん貢献していくっていうところ、はい、全てになってましたので、本当にこう自分がこのエリアのことを一番知るだったりとか、このエリアのお客様のために自分が一番頑張るっていうその気概を持ちながら本当にやっていたなっていうところで、私の本当同期なんですけど、はい、1年目からですか。そうですね、浅草エリア、そうですね、全員系をこう担当するっていう、そうですね、結構こうプレッシャーも感じながらだったと思うんですけども、なんかそれはこう悪いプレッシャーではなくて、例えばこう一人でやるっていうところではまずないっていうところだけお話ししておきたいなと思うんですけど、やっぱり支店、吾妻橋支店っていうところですので、支店のメンバーがまず必ずいる。でここが今までのノウハウだったりとか、あとはこういうふうにこうやり取りをしたらお客様もこう納得しながら売り上げもこう上げていただけるっていうところも、いろんなこうアドバイスもしながら、あとは実際にこう一緒に行きながらっていうところも、かなりこう視点としてもそうですし、あとはブラザーシスター制度っていう私たちの会社制度がありますので、必ずその新入社員に一人ブラザーだったりとかシスターっていう先輩がついてくれて、はい、もうその人がこうみっちりまずもう本当に社会人としてどうするべきかっていうところから、1年目って本当にどうしたらいいんだろうっていうところから始まると思いますので、なんかそういったところももう全てこうブラザーシスターに教わりながら、あとは全部が全部こう手厚すぎるっていうことはなくて、やっぱりこう自走をこう促しながら、何かこういい距離感で、はい、お姉さんお兄さんとしてついてくれるっていうところも、うちのこういいところをがありながら経験できるっていうところはいいところなんじゃないかなって思います。本当に一人ってわけじゃなくて、こう見守ってくれる人がいて、あ、そうですね、迷った時は相談できる、あ、そうです、本当にそうですね、自分で考えるっていうことはまずあると思うんですけど、そこで考えた末に悩んでしまったら、相談できる体制はいつでも整ってるっていうところはいいところかなと、はい、思います。都内でもこうエリアごとになんかこう違いそうですよね、お客さんの層だったりお店の層も違って、はい、そうですね、本当におっしゃる通りで、例えば本当浅草にあるお店さんと、例えば銀座にあるお店さんっていうところもまた全然こう違ったカラーがあると思いますので、そこにいる支店の仲間だったりとか先輩が、そこにあるこう支店の特徴だったりとかも踏まえつつ、いろいろなアドバイスしながら一緒にやりながらっていうところは、はい、大事にしているところです。そうやってエリアごとに戦略を立ててやるって非常に楽しそうな、ね、そうですね、仕事としても本当にやりがい持ちながら楽しみながら、はい、できてるんじゃないかなと思います。一方技術職、技術系はどうですか、1年目ありがとうございます。1年目ですね、はい、技術職にもちょっといろいろなコースがあるんですけれども、はい、例えば生産にこう
よった技術職でいきますと、最初工場の配属っていうところで、まず現場を知るっていうところを大事にしています、はい、で例えば醸造部でいきますと、ビールを作る現場が一番やっぱり大事になってきますので、そちらでビールってまずどう作られてるのかって、勉強も多分してきて、ビール好きなこう方々もこう多く入ってくれてるところではあるんですけど、アサヒビールのビールの作り方だったりとか、アサヒビールの醸造っていうところをまずは現場で見て、はい、そこにいる仲間とこう関係性作りながら次のステージに行くために、そこでみっちり勉強するっていうところが、ちゃんとこう教育体制として5年とかっていうところを見据えて、まずは最初工場でやっていくっていうところを大事にしていますね、はい。今お酒結構好きな方もっておっしゃってましたけれども、はい、そうじゃない方もいらっしゃいますか？一定数はこうお酒飲めない。そうですね、お酒が嫌いっていう人はあんまりいないかなと思うんですけど、はい、その飲めないっていう人は一定数いて、うん、私もあんまりこうの飲めない、体質的には飲めない、 あんまり飲めないんですけど、ただお酒がある場所だったりとか、何かこうお酒が持つ力みたいなところはすごくいいなって思って入っているので、なんかそういう何かしらのこうお酒がやっぱりいいなって思ってる人だったら、うちに入っていただいて、何かこう楽しく感じて仕事していただけるんじゃないかなって思います。わかりました。ありがとうございます。はい、ではでは続いての質問ですね。続いていきましょう。こちら。体育会系、お酒に強い人が中心のイメージだが実態は、ということで、今こうお酒がこうダメっていう人でなければ、うん、お酒の場が好きだったり、うん、お酒っていうものに対して思いがある方は大丈夫っていうことを伺いましたけれども、はい、改めてこう体育会系みたいなイメージはどうですか？うん、ですね、もしかしたらイメージが強いかなと、はい、なんかありますね、はいはい、ありますね。ただ本当にこう内定した方だったりとか、入社をしていただける方のこう目を見ていると、そんなことはなくて、体育会系じゃなきゃ入れないってことは本当に全くないですし、何かこうそうですね、やっぱりこうお酒の魅力を感じてくださっていて、あとは何かこう自分でこう新しいことをしていきたいみたいなところを感じていただいている方だったら、もうどなたでも仲間になっていただきたいなっていう気持ちがとっても、はい、あります。どうですか村瀬さん、体育会系の方はそんなに、村瀬さんご自身もあれ文化系の部活とかですか？そうですね、私も全然体育会系では全くなくですね、なんならもう写真サークルぐらい文化系だったのでザ文化系なんですけど、そうですね、なんでスポーツも好きですし、やっぱりスポーツかけるビールだったりお酒みたいな親和性ってすごく高いと思うんですけど、やっぱり大会系のイメージが強いっていう理由の一つとして、やっぱり酒類業界って国内4社、沖縄のオリオンビールさんを含めると5社なんですけど、アサイビールとオリオン提携しているという観点でいうと4社で国内戦っているということでいうと、やっぱりこうライバルがすごく近いところにいるというところは大きな要因なのかなって、やっぱりそのこうやっぱり自社への愛着だったり、やっぱりこう我々の商品をより多く扱っていただきたいという強い思い、熱量みたいなところが体育会系っていうふうに見えてるのかもしれないですし、なんかそこに惚れて入っていただける方は非常に多いかなっていうふうに思います。もう外見とかじゃなくてもマインドの問題ですよね。マインドがこう、はい、体育会系でっていうところ。そうですね。わけですね、はい、で具体的に社風とかってどのようにお感じですか？お二方どうですか？そうですね、うん、でも社風はやっぱり今のお伝えした通りで、はい、こう自分自身もいろいろ就活する中で、アサイビールに決めた理由の一番の理由がやっぱ人だったんですけれども、その人ってよく言われますけど、かなり漠然としてるんで分かりづらいんですけど、その人が醸し出すやっぱりこう商品への愛着だったり、働いてる仲間への愛着だったり、もしくはそのバリューチェーンの中で作ってくださる方へのものづくりへの、うん、思いだったり、なんかそのマーケティングへの信頼だったり、なんかそれを総じて、でかつその商品をお客様に飲んでいただけてるシーンをやっぱり見れることが結構多いんで、本当に居酒屋さんで飲んでくださってる方だったり、新幹線で
こう我々の商品を選んでくださってる方だったり、あとは何ならこうマンションのゴミ箱のシェアを見て、弊社の商品が多いとすごく嬉しいなって思ったりとかそのぐらいやっぱり愛社精神みたいなのが強い、すごい、うん、そうですか。どうですか、大橋さんは。そうですね、本当に、ま、村瀬も言ってた通り、人っていうところが、とてもこう皆さんが魅力に感じてくださってる部分かなとは思うんですけども、私もなんかこうチームで仕事をするっていう、ちょっと先ほどもお話ししたんですけど、なんかこう誰かをこう置いてって自分だけみたいな考え の社員が本当にいないというか、なんかこうみんなでいいものを作り上げたら楽しいし、はいはいはい、面白いし、なんかもっと先に行けるんじゃないかっていうところで、なんかこうそれが自然になんかできてるっていうところが、はいはいはい、まあ、入ってみてより感じたところなんですけど、それはありますね。はい、私工場にもともといて、なんかこう工場って、まあ、やっぱり一人でこうできることってなかなかないんです。みんながこう同じタイミングで同じことをしてこう作り出せるものだったりとか、まあ、ものづくりの場所なので、なんかそういったところも大事ですし、まあ、人事に来てからもなんかこうもっとこう新しいことしようってなった時に、何かこう一人でこうさーっとやるのではなくって、みんなでこう自分がこれ強みだからこれをやるだったりとか、なんかこう分担しながら強み出しながらやるっていうところも、何かこうすごくうちのなんからしさというか、はい、そこでまた面白みが出てきてるなっていうところで、はい、私自身も感じているところです。いや、社風よくわかりました、ありがとうございます。ではでは続いての質問いきましょう。続いてこちらです。はい、ズバリ全国転勤、率直に大変じゃないですかこれどうですか。はい、そうです、私から、はい、私そうですね、大変って皆さんが感じてらっしゃるところが、多分こう自分が今までいるこう安心した場所からこう飛び出していかなきゃいけないっていうところで、うん、何かこう何ていうんですかね、ためらう部分があるのかなと思うんですけど、うん、何かこうちょっとやっぱり大変じゃないかどうかで言うと、大変なところもあるかもしれないんですけれど、なんかそれを超える自分のなんか成長だったりとか楽しさっていうところが、私はなんかそっちの方が勝っていたので、はい、なんか全国転勤大変じゃないっていうと嘘になる場合もあるかもしれないんですが、はい、それ以上に得られるものがたくさんあるんじゃないかなと思ってます。その方の希望だったりとか、何かやりたいことに応じた、それはキャリアステップなわけですかね、転勤だったりも。あ、紐づいてますか。あ、そうですね、ありがとうございます。それでいうと紐づいている場合もあるっていうところかなと思います。私の場合はその新入社員で入って、で面談っていう機会が何度かあるんですけど、うん、しっかりそこで面談して自分の希望を伝える場所がまずあるんですけど、うん、はいはい、そこでいろんな、まず自分が関東にいたので、はい、そこじゃないいろんな市場を見てみたいっていうところ、うん、北海道だったら北海道、はい、九州だったら九州っていうところで売れるものも違いますし、はい、お客様の層とかも違うので、なんかそういったところを見てから自分の次の仕事につなげたいなって思ったので、まあ、なんか本当自分が今まで行ったことないとこ行きたいですっていうところを言って、九州っていう配属になったんですけど、なのでちゃんと面談踏まえて自分がどうしたいかどうなりたいかっていうところを、しっかりとこう会社に伝えた上で、こう転勤だったりとか次のステップに進むためのこう、うん、配属っていうところはしっかりされてるんじゃないかなと思います。そういう得意意味だとキャリア形成支援みたいなものって結構充実されてる。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。キャリア形成支援は充実しているところなんじゃないかなと思います。例えばでいくと、その自分のこうしたいっていうその希望を伝える場所っていうところでいくと、1年に1回必ずキャリアデザイン面談っていうのを実施しています。で、自分がこう短期でどうなりたいかとか、あと中長期でどうなりたいかっていうところをしっかりとこう自分で一旦考えてみて、それを上司とすり合わせて今後どうなっていきたいかっていうところを伝える場所っていうのも必ずありますし、またなんかそのキャリアデザイン面談のいいところって、こうライフワークでいう、まあワークの部分をそこに書くんですけど、ライフの部分もこう全く無視するわけではなくて、こう自分が
この時期にまあこうなっている痛いだったりとか、なんかそういったところも少し書く部分があって、なんかこうそれを切り離して、ワークとライフを切り離しているわけではなくて、全て含めてこう人生としてどうなっていきたいかみたいなところも含めてのこうすり合わせになるので、なんかそういったところも含めながら自分のこうもうワークだけじゃなく自分が将来どうなりたいかっていうところをこう大きく考えながらこう自分の希望を伝えることができるという制度なので、うん、ここは何かこう、はい、皆さんにとってもいいところではないかなと思います。ライフステージが変わって、あ、ちょっとここで定着させたいなっていう気持ちがこう出てくる方もいると思うんですが、うん、それもちゃんと伝えられるっていうことですよね。はい、そうですね、伝えられます。うん、はい、で、まあ、そこで多分はライフの部分では定着したい、うん、でワークの部分ではこういうところ成長したいっていうところ、うん、しっかりとこうどちらの部分もバランス取りながら伝えて、うん、はい、それに会社もできる限り応じて、その人の成長をまずは考えて配属を決めていくっていうところかなと、はい、思います。わかりました、ありがとうございます。はい、ではでは最後の質問になります。最後こちらです。事務系、技術系、それぞれが歩めるキャリアはということで、こちらいかがでしょうか。はい、じゃあここは私から。はい、はい、そうですね、事務系も技術系も先ほど申し上げた通り、それぞれ歩んでいくキャリアっていうのは、うん、自分自身でやっぱ切り開いていくものかというふうに思っていて、はい、さっきのワークとライフの話もありましたけれども、はい、やっぱりこうライフステージが変わったりすると、うん、まあ、優先順位が変わったりだとか、うん、ワークの中でやっぱどんどんやっぱ成長していく、はい、っていうところが必要になってくるんで、前提それがある中で、うんうん、事務系の方ですとやっぱりこう一番多いのが最初やっぱりさっきのバリューチェーンでいうところの、うん、いわゆる我々の2つの現場っていうのがやっぱり営業現場と生産現場です。うん、はい、事務系の方は比較的、うん、まあ、営業スタートの方は、はい、事実多いのかな、うん、ただそうじゃなくて、私も最初から総務スタート、はい、人事系総務スタートなんですけれども、そういった方もいらっしゃいますし、うん、まあ、営業企画だったり内勤部門からのスタートの方もいらっしゃいますということ で、その後は先ほど申し上げた通り自分自身で切り開いていく、うん、そのために何をやりたいのか、そして自分が何ができるのか、そして今やるべきことっていう、うん、この3つの掛け合わせの中の総面積がやっぱり一番広い人だったり明確になっている人が次のステップにやっぱ進んでいくみたいな仕組みなのかなっていうふうには思ってますね。技術系も当然生産現場ってお伝えをしましたけれども、うん、研究スタートの方もいらっしゃいますし、はい、あとは、エンジニアリングみたいなところはあるんで、うん、比較的技術系の方が職種別スタートなのかなっていうふうには思うんですけど、うん、なるほど。事務系は比較的事務系総合職なので、はい、本当にさっきの人事総務から物流から、うん、はい、営業から営業企画内勤からさまざまなフィールドがスタートされていて、その後はいろいろな自分自身で歩んでいけるキャリアを支援してますし、うん、ただ自分自身がなんかやりたいこととかできることを増やしていくみたいなことも、うん、会社としても支援しているという感じですかね。わかりました、はい、ありがとうございます。ではではここから最後のコーナーになります。就活生が本当に知りたいあの質問です。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について業界別アンケートを実施し、ピックアップした一つの質問についてセキララにお話しいただくコーナーです。アサヒビールさんへの質問はこちらです。会社は安定していますかということで、はい、なかなかのご質問ズバリです。そうですね、はい、どうでしょうか。そうですね、はい、まあ、当然だから今食品メーカー飲料メーカー含めて日本の、まあ、人口が、はい、高齢化少子化していく中で、はい、やっぱりこう、まあ、よくこう表現が正しいか分かりないですけど胃袋が減っていくっていうふうに言われている昨今の中でも逆境ではあるかなと思ってまして、その逆境の中で我々が今できることとして、うん、先ほど申し上げたスマートドリンク、はい、飲まない方だったり、うん、飲めない方、またあえて飲まない、ソバーキュリアスと言われるような方々に向けたようなビジネスを展開していくことで、うん、まあ、ビジネスとしてのパイを広げていくっていうこともやって、はい、おりますし、また2つ目の観点で言うとやっぱグローバルにもやっぱ展開をしていくというところも、うん、やっているので、まあ、当然こう未来永劫ずっと安定しているというのは今ここでは断言できないんですけれども、うん、まあ、我々がしっかりとこう成長していけるように、うん、
挑戦を今しているというところなので、ぜひチャレンジしていただける方はアサヒビールも叩いていただけると嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。ではですね、そろそろお時間となりましたので、最後に視聴者の方へ今後の告知メッセージお願いします。はい、ありがとうございます。アサヒビールですね、採用情報につきましてはアサヒビールの採用ホームページからですね、発信をしております。こちらでですね、職種だったりとかキャリア、だっていうことについてですね、詳しく知ることができますので、ぜひぜひこちらの QR コードからですね、読み取っていただいて、採用のホームページ、見ていただければなと思います。で、最新の情報ですね、インターンシップだったりとか本選考、今後のご案内、していきますけれども、こちらはエントリーマイページというところから、マイページのご登録いただきますと、随時情報発信いたしますので、そちらまずですね、マイページのご登録、まずいただければなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。皆さんぜひご覧になってください。改めまして、この時間はアサヒビールさんにお越しいただきました。次回のワンキャリ企業説明会もお楽しみに。村瀬さん、大橋さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。